NBC JB トップ50プロシリーズ2019ゲイリーインターナショナルカップ。トップ50とは JB NBC トーナメントの中で最高峰の大会です。その名の通り、50名のバスプロが参加します。そのそうそうたる顔ぶれはこの大会のスケールを物語っています。年間で全5戦、1戦ごとに3日間開催されます。最初の2日間は予選で20名が脱落し、3日目の本戦に進めるのは30名のみです。その中で各大会の優勝者と5大会すべてのトータルポイントが多かった選手に、シリーズの覇者として JB ワールドチャンピオンの称号が与えられます。おはようございます。JB トップ50シリーズ第1戦、ゲイリーインターナショナルカップ、ただいまより開催いたします。まずはじめに主催者を代表しまして、JB 副会長山下より挨拶をさせていただきます。はい、皆さんおはようございます。続きまして、今回冠を持っていただきました、ゲイリーインターナショナルさんも代表しまして、小森選手に挨拶いただきます。会社の方に変わりまして、ご挨拶させていただきます。今回は、ゲイリーインターナショナルカップです、3日間皆さん、怪我のないように無事に、最高のパフォーマンスを見せれるように頑張ってください。トップ50開幕戦ゲイリー山本カップ、僕の地元である奈良県の下北山村会場に今年も開催されます。で、見てもらったら分かる通り、この時期は桜もすごく綺麗で、でかいバスもいっぱい連れて、まあ、温泉とかいろんなこう観光名所も下北山村にあるんで、ぜひ遊びに来てもらえたらと思います。
で僕個人の、抱負なんですけど今年の、昨年年間5位に終わって、まあ、どうしても年間1位っていうのをダッシュしたいので今年は年間1位ワールドチャンピオンを目標に頑張りたいと思います。嵐の前の静けさ、もしくは台風一過なのか。開幕すれば会場は一変して静かなものです。さてその間に私がこの七色ダム周辺の観光地を紹介しましょう。会場から車で約7分、幻想的な桜並木に囲まれてたどり着いたのはきなりの里。天然温泉きなりの湯は美人の湯で有名な、肌に優しくすべすべになる泉質で保温効果が高いのが特徴の温泉です。牧野湯の釜地にはこの地方に育った樹齢100年余の牧の木を板に引いた後3年寝かせたものを使用した、まさにきなりの風呂です。きなりの雰囲気を十分に満喫していただくためシンプルな浴槽にし、壁にはヒノキの丸太を使用しています。露天風呂は下北山の山をイメージしており、石の間から流れ落ちる湯は前期不動の滝を模したものです。土地の湯は石材を用いた大浴場の他に気泡によるマッサージ効果のある泡風呂、打たせ湯、サウナ、水風呂など多重浴を楽しめる浴室です。露天風呂は池に注ぐ、川に見立てた健康歩行浴などをお楽しみいただけます。きなりの里を楽しんだ後は床暖房完備のテーブル席やいろり端、または座敷席でゆったりとおくつろぎいただきながら地元の食材を使った心尽くしのお料理をご堪能ください。下北山村でしか栽培されていない栄養価の高いナッパ、下北春マナを粉末にして麺に練り込んだマナうどんに、春マナのめはり寿司、マナ豆腐、マナアイスと下北春マナ尽くしの定食です。他にもいろんな施設があり、テニスコート、児童公園、パターゴルフ、サッカー合宿ができる施設もあり、人工芝のグラウンド、サブグラウンドも合わせて4面完備しております。
トップ50の帰着時間は15時、ラストスパートをかける選手たち、目星のついているところで勝負をかけるか、会場付近で張って時間に余裕を持たせるか、駆け引きも重要です。なんか死んだら困るんだよ。大会のルールとして、ブラックバスが死んでしまうとペナルティーになります。30分前から帰着するのは可能なので、そこで切り上げるのも戦略のうちです。何だろう、一個でかいよ、入れて、いいよ、なんで分からへんやん、一個でかいの、うん、いいだね。おお。市村選手のウェイト6180g です。ビッグフィッシュの方をちょっと測ります。ビッグフィッシュ2980g です。現時点では市村選手のみが帰着、6000を超える数字は上位を狙える数字です。選手たちが戻ってきました。第1戦初日、それぞれの思いを胸に本日を迎えたのでしょう。Продолжение следует...